Okay, hello. It's been a really long time since I recorded anything last for Genshin because I was so busy with a lot of other things were being made and I just didn't have the time for this. But let's get started. I'm going to try to finish this hangout finally. So there should be two endings in this video, hopefully. Also, if anyone notices, it's a really hot day today, so I have the fan on. It might creep into the mic audio a little bit. How about looking into another career? 金を稼ぐか。一理あるな。どこで聞いたか忘れたけど、大人の悩みの8割はモラが足りないことだそうだ。もちろんその言い分が全て正しいとは思わないけど、もっと金を稼げたら、それだけ早く人生が軌道に乗るってことも認めざるを得ないな。そして金を稼ぐには、さっきの理不尽な依頼を完遂するのが一番だけど、今はもうあの依頼人の顔を見たくない。そうだ、急に思い出した。学生時代にアルカミっていう先輩がいてね、今はあんまり依頼を受けていないようだけど、それでも随分羽振りがいいって話だ。彼に学べることがあるかもしれないな。うん、善は急げだ。早速行ってみよう。酒はこのくらいにして、会計してくるよ。これはこれは、河辺君じゃないか。久しぶりだな。最近は何してるんだ？お久しぶりです、アルカミ先輩。僕は相変わらず依頼を受けてデザイナーとしてプロジェクトに取り組んでいますよ。アルカサルザライパレスは君が建てたって？どうだ、あんな大きなプロジェクトだし、さぞ儲かったんだろ。まあ、ああいうプロジェクトは儲かる時もあれば損することも。損？プロジェクトで損をするなんて聞いたことないぞ。冗談だろ。まさか依頼主が費用未払いのまま夜逃げしたとか？そんなはずは。商人の界隈でドリーの評判は悪くないだろう。少なくとも何かやらかしたという話は聞かないが。その件は少しばかり複雑で。わかった、聞かないでおくよ。プロジェクトは大変だよな。私も昔はそうだった。辛さはわかる。あの時は君ほど有名じゃなかったが、それでも辛いことに変わりはなかったさ。反面今はむしろ楽になったな。依頼主の顔色を伺わなくて済むんだから。Did you start a new career? 転職ってわけでもないな。今の仕事も建築学と関係がある。その顔は金で悩んでる顔だな。まあ無理もないな。芸術において君を超える奴はここ数十年妙論派にはいない。だが金儲けのこととなると君は凄まじく脳みそが古いからな。私たちは同じ学派に属する者同士、互いに助け合うべきだ。こうしよう、一つ助言をさせてもらおうじゃないか。今後君は金のことで悩まなくて済むぞ。本当ですか？でもそれは企業機密ですよね。そう簡単に僕に教えてしまっていいんですか？少しですが、まだお金ならあります。それか、代わりに僕にできることはありませんか？気にするな、大したことじゃない。私が言わなかったとして、君たちが少し聞いて回るだけでわかることだ。私は建築学についての知識を教える私塾を開いた。だが教練員の頑固者たちがするようなものと違って、私の授業は至ってシンプルな内容だ。より早く手に職をつけることができる。それに生徒も教練員に席を置いてるかどうかは問わない。建築学に興味さえあれば、貧乏だろうと金持ちだろうと歓迎しているんだ。最近はちょうど教える人手が足りていなくてな。ちょっと来てみないか。給料は言わずもがな、プロジェクトをやるよりも楽だぞ。なるほど、教師をやるということですか。
僕ならできそうだ。しかも比較的安定している仕事だし。君はどう思う？I think you can give it a go. それじゃ決まりだな。ええ、ありがとうございます、先輩。言っただろう。気にすることはない。教室はこの近くにある。明日直接来てくれればいい。給料はそうだな。とりあえず一コマ30万モラでどうだ。30万モラ？嘘でしょ。どうしてそんなにたくさん。どうやら自分の価値はあんまりよく分かってないな。名高いミオロン派の星を招待できるならこのくらいどうってことないさ。 OK, how much money do you have? この30万モラはただのスタートラインに過ぎない。What? 私のところで働けば君に本当の価値を発揮する場を提供してやれる。さて、私もしっかり準備しておかないとな。じゃあな、また明日。学生時代、アルカミ先輩とはそれほど交流があったわけでもないんだけど、まさかこんなに優しい人だとは思わなかったな。無料の授業ならしたことはあるけど、有料の授業で教えるなんて初めてだ。一コマで30万もらか。なんだかワクワクしてきたな。ついでに緊張してきた。I'm kind of afraid though if there's a catch this, because we don't know why it's worth so much. I mean, for the value of how much he knows, like how knowledgeable he is about architecture and the like, I feel like that's part of why, but that's still a lot. So I don't know what we're going in for. I don't know what we're in for.I'll join you for the lecture. ありがとう。そうだな。君という、友達がいれば、僕もちょっとは気が楽になる。明日の授業は何を話そうかな。近年の僕の経験と教訓とか。いや、まだ早いか。やっぱり、聞き手に興味を持ってもらえるように。それじゃあ明日は、ここで待ち合わせしよう。早く帰ってカリキュラムを作らないと。先輩と約束したからにはしっかりやらないとな。 Oh, it's here? Like right here? こんなに早く来てくれるとは思わなかった。徹夜で準備していたらだんだん興奮してきてしまって目が冴えて眠れなかったんです。資料を一つにまとめてみたんですが、目を通してもらえませんか、先輩。資料？わざわざ？それは骨を折らせたな。ただうちはすでに教材があるんだ。授業ではそれを使ってくれればいい。もちろん途中で内容を追加してもらっても私は一向に構わないぞ。 Can I take a look at your materials? もちろんだ、どうぞ。The materials cover a variety of architectural knowledge. At first glance, nothing appears to be amiss. もうすぐ授業の時間だ。カーベ君は準備ができたら中に入って授業をしてくれ。教材があったのか。なら僕がまとめた資料はしばらく使えそうにないか。まあいい。まずは教材通りにやろう。ちなみになんですが、参加者はどれくらい？そう緊張するな。今回のクラスはたったの20名だ。うちの私塾は全部で14クラスもあってな。中でも一番成績がいいのは第一クラスなんだ。だから君には彼らを教えてもらう。まあ、一つ試してやってくれという感じだな。20人か。まあ、それならなんとかなるだろう。おっと。ちなみに学びの場を静謐に保つため。授業の間、教室を出入りできるのは生徒と教師だけなんだ。悪いが、カーベ君の同伴者は教室の外で待っててもらうぞ。It's okay. I was thinking about taking a walk anyway. 悪いな。授業が終わったら、入り口のところでお茶を。Is Alkami really as nice as he seems? I should probably ask around a bit.意識が運命を左右する。
本当にその通りだな。こんにちは。何か用か？Do you know a man by the name of Alkami? Alkami? 最近名前を聞くようになったあの金持ちのことかな。この前私のところで家具のオーダーメイドを依頼してきたけど、なかなか太っ腹だったよ。Yeah, because I'm wondering, why does he have so much money? I hope he's not doing anything shady to have this amount of money. 以前は有名な建築デザイナーだったとかで、随分財を成したんだそうだ。今は私塾を開いて、富を築くコツをみんなにシェアしてるとか。学費があんなに高くなかったら、私も子供のために申し込んでやりたかった。建築デザイナーってのは儲かるんだな。High tuition. うらやましいぜ。I don't know if that's something to be jealous about. At least the way it seems right now. アルカミがカーベを私塾の教師に誘ったって。ほう、これであいつの商売はますます順調だな。羨ましい限りだぜ。アルカミのやつ、建築デザイナーの頃から中途半端だったからな。あれで教師が務まるなんて普通思わないだろう。宣伝が良かったんだろう。それに教レインで建築を学べる人間なんてまだまだ数少ないんだ。あそこに入りたきゃ試験に受からないといけないんだから。受からなかったやつ、それに手っ取り早く額が欲しいってやつは自然とあいつの私塾に行くって寸法だ。いい金の稼ぎ方だな。I still don't know what's going on. おいおい、そんなに固くならなくていいんだぞ。授業はもう終わったんだ。話してもしよう。さっきは僕が急に怒り出して驚いただろ。悪かったな。いえ、カーベ先生が怒ったのは怖くなかったんですけど、ただ先生の言ってたことはよくわからなくて。 Did something happen, Kabe? 授業中、僕は教材に目を通していたんだが、読めば読むほど気分が悪くなってね。素人にはわからないかもしれないが、プロならページをめくった瞬間にわかる。あれは建築デザイナーを育成するための教材なんかじゃない。Why do you say that? 建築デザイナーに一番重要な能力は何だと思う？僕はデザインする能力、あるいは構想を練る力だと思う。この世には無数の建物があり、数え切れないほどの建築様式がある。美しさを一番に考えたデザインもあれば、実用性に着目して構想を練られたものもある。建築デザイナーたるもの、建築の良し悪しを判断する目を養わないといけない。それがあって素晴らしい設計ができるんだ。だけどここの教育方針は全くそんなものじゃなかった。生徒たちは普段授業で既存のやり方を暗記するだけで、それらの根本的な原理には一切触れないんだ。こんなことで建築デザイナーになれるわけがないだろう。関連する知識をかじっただけの、ただの半端者が出来上がるだけだ。でもカーベ先生、教材を捨てた後に話してたことも僕たちにはよくわからなかったんだけど、半端者じゃダメなの？僕たちは本当に芸術がやりたいわけじゃなくて、ただお金が欲しいだけなんだ。君たちはお金を稼ぐためだけに建築を学ぶのかい？そうよ。でなきゃ何のために勉強するっていうの？Don't tell me that's what he was advertising for.はあ、私の夢はアルカミ先生みたいに建築学でお金持ちになって、欲しいものを何でも手に入れちゃうことよ。本気でそう思っているなら、いつかがっかりする時が来るだろうな。実際建築デザイナーの仕事は大変なんだ。お金を稼ぐのはそう簡単じゃないんだぞ。僕を見ればわかるだろうけど。そうなの？川辺先生はアルカサルザライパレスを設計して大儲けしたんだって、昨夜アルカミ先生から聞いたよ。アルカミ先生はみんな無事に卒業できたら、たくさんの人が僕たちに依頼をしてくれるって言ってた。
れで数えきれないくらいのモラが僕たちのお財布に入ってくるって。今のひもじい暮らしとももうすぐさようならだよね。まさかそんなこと信じているのかい。でもアルカミ先生は事実お金持ちですよね。君たちは彼の口車にまんまと乗せられているみたいだな。これ以上話していても仕方がない。さあアルカミ先輩のところに行くぞ。これが一体どういうことなのか問い詰めてやる。情報は流した。もうすぐ人が来るはず。 Hey you liar。 どうしたんだカーベ君、そんなに怒ったような顔して。一体誰に腹を立ててる。生徒たちが思ったほどではなかったか。まあ彼らは教練員の天才学者ってわけじゃないんだ。勘弁してやれ。そこまで気まじめにならなくていいんだ。ほどほどでな。彼らのことも確かに頭にきました。ですがもっと腹立たしいのはあなたが教育の名目で詐欺を働いていることだ。あの生徒たちはみんな金儲けのために授業を受けていると言った。でも建築デザイナーの仕事はそんな楽なものじゃないはずです。僕だって少し前にはバージョン6まで作った修正案のことで苦心していたんですよ。依頼人が納得してくれなければその分工事は先延ばしになる。デザイン料だっていつもらえるかわからない。途中で依頼人が夜逃げでもして残りのお金をもらえなくなることだってある。そんな生活はあなたも僕も経験済みのはずです。どうして彼らを騙そうとするんですか。私はこう言ったな。君は確かにミオロン派の星だが、こと金儲けに関しては脳みそが古いと。君がそれを認めようが認めまいが、少なくとも今のスメールにおいて建築に携わることは楽ではない。一生懸命に引いた図面も依頼人からすればどうでもいいものだ。彼らは文句をつけあれこれと指摘し、てんでおかしな発想を平気で私たちに押し付ける。まあそれは事実だけど、続けてください。ならこの仕事に執着し続ける理由がどこにある。業界が衰退しつつある今、より良い暮らしのために思考の転換が必要だ。建築デザイナーの仕事で儲けるのが難しいなら教える場を作ればいい。別の建築デザイナーを育てることで金を取るんだ。 Okay, but that's not solving the problem though, because one, you mean to push the job of, you know, it being difficult and unrewarding to people that are hoping that it's going to be rewarding. But also, the teaching materials that you gave Kaveh weren't even proper, so what are you... What's even the point of this training class? それはどういう理屈です。彼らが代わりに苦境に陥っていくのを黙って見ていると。私たちも苦境に陥っているじゃないか、カーベ君。道連れは多いだけ、その分私たちが落ちて死なずに済むというもの。That's not how it works. That is not how it works at all. So instead of making money from architecture, you made your money from your students? そうだ。建築デザイナーとして儲けるのは時間がかかりすぎる。それも日々理不尽に苛まれながらだ。それに比べ、彼らから授業料を取るだけのなんとたやすいことか。But that's not right. That's just making... That's lying to people. Telling them that they'll make money. But you're just stealing money from people. だが、これは建築デザイナーとして儲けた金だと彼らには言ってある。あっさり信じてくれたよ。私の羽振りの良さを知ってるんだから当然だ。私は彼らに夢を見せてやっているんだ。生徒が増えれば増えるほど私は儲かる。その夢もさらに現実味を帯びていくというわけだ。But
But what's the point of a dream if it's not real? それで、彼らは卒業すれば、やがて業界の真実に気づき、無数の壁にぶつかる。You tell them, Kaveh. There's no point to this class if you lie to them because they'll find out the truth eventually. And then what? They'll be poor. You'll be rich, sure. But you're not making lives for them. You're not making their lives any better. その時あなたの嘘もバレて、誰もあなたのことを信じなくなるんだぞ。それは違うな。才能というものには個人差がある。たとえ将来儲けることができなくても、それが全て私のせいになるわけじゃない。それに建築デザイナーになれば必ず大儲けできるなんて約束したことはない。彼らが勝手にそう思うよう仕向けただけだ。訴えられようが何も怖くないぞ。この私塾は完全に合法なものだ。誰も文句をつけようがない。そんなことをして恥ずかしいと思わないのか。どうしてそんなに冷酷でいられるんだ。あなたの心は石でできてるのか。昨日までは優しい人だと思ってたのに、がっかりだ。私も君にはがっかりしたよ。卒業してもう随分経つのに、こんなことも受け入れられないなんてな。いつまでその価値のない純粋さを取っておく気だ。芸術を冒涜してはいけないなどと未だに信じるのは愚か者だけだ。芸術の本質はビジネスだ。ビジネスをうまくやるのも一種の芸術なんだよ。もう少し考えてみるといい。この世を楽に生きていく唯一の道は、その辛さを他人に背負ってもらうことだけだ。That's not true. 妙論派の欲してる君のことだ。もう十分名声を集めただろう。それを使って楽に暮らす時が来たんだ。But he's worked so hard to get here. That's not true. これからも君と協力できるのを楽しみにしてるよ。What do you plan to do next? 腹が立ちすぎて頭まで痛くなってきた。言うまでもない。こんなところは今日限りで退職だ。You'll give up more? 君も気づいているだろう。僕がここにいる限り、アルカミは僕の名前を宣伝に使える。僕が何もしなくとも、僕のせいで騙されてしまう人が現れるんだ。ただ、彼は一つだけ正しかった。こういう私塾はどこにでもある。教令員の耳に入ったところで取り締まらないかもしれないのはその通りだ。罪状はせいぜい虚偽広告というくらいだし、その定義だって難しいんだ。There's something strange about all of this. ん？何か気づいたのか？ Not everyone should be able to pay such exorbitant tuition fees. That's true.Because the three students that we talked to were all children. So who is paying for the tuition? 確かにちょっとおかしいな。アルカミが僕に提示した金額は1コマ30万モラ。これもあの生徒たちから徴収した授業料だろう。一体彼らからどれだけ絞り取ったんだ。そもそも金を稼ぎたいから建築デザイナーを夢見ている人たちだぞ。本当にそこまでの大金が払えるんだろうか。 We can try asking the students. そうだな、急がないと。あの生徒たちは僕の言うことをあまり信じてくれないし、まだ金儲けの夢の中なんだ。これ以上アルカミに何か吹き込まれたら、なおのこと口を閉ざしてしまうかもしれない。今すぐ聞きに行こう。手をつなぎます。どうやったらあんなに立派な宮殿が建てられるんだろう。カーベ先生、どうかしたんですか？まだ帰らないのか？授業はとっくに終わったのに。もう少し残っていたくて、カーベ先生が授業で教えてくれたことを考えてるんです。わからなかったところは多かったんですけど、カーベ先生の描いてくれた建物は素敵だと思いました。当然だろう。
僕が描いたのは有名な建築ばかりだ。どれも優秀な建築デザイナーの心血が注がれたものなんだぞ。あの美しさを感じられるのはいいことだ。芸術を表現するにはまず蓄積だからな。君がすべきことは感じて理解してそして共鳴することなんだ。これは丸暗記でどうにかなるものじゃない。共鳴？そうだ。僕も初めて建築学に触れた時は全く理解できないことも多かった。ある建築をいいなと思えても具体的にどこがいいのかはうまく言えなかった。普通の人はそうやって楽しむだけでいい。だけど君は建築デザイナーを目指すんだ。鑑賞することを学ばないといけない。この2つの間には大きな溝があって、それをとてもたくさんの専門知識で埋めないといけない。あんな上辺だけの教材じゃ大してその役には立たないだろう。やっぱり建築デザイナーを目指すのはアルカミ先生が言うほど簡単ではないんでしょうか？すまない。君の夢を壊すようなことは言いたくないが、建築デザイナーは確かに君が思うほど楽なものじゃない。わかりました。本当のことを教えてくれてありがとうございます、河辺先生。でもやっぱり僕もう少し残ります。だってうちにはまだ借金が。借金？だってこれは僕からは言えません。このことを誰かに教えたらここから追い出されるってアルカミ先生が。 So is he like taking the money from the parents of the students and not the students themselves? Is he like blackmailing them or something? 彼の言うことは聞かなくていい。僕はスメールで今一番有名な建築デザイナーなんだぞ。追い出されたらこの僕が教えてやる。本当ですか？嘘をつくわけないだろ。君の才能は悪くない。ちゃんと基礎を作っていけば今後教練院に入って勉強することもできる。じゃあ内緒にしてくださいね。実はうちはあんまりお金がないのでここの高い授業料を払えないんです、うん、それでアルカミ先生はお父さんとお母さんにファフルという商人がいるからその人からお金を借りればいいって言いました。卒業したらたくさん依頼が来るから 2,3 年あれば借金は返せる。それから儲けたお金は僕たちのものだって。どれくらい借金したんだ？僕が聞いた話だと数百万もらはあるみたいです。利子は？よくわかりません。借金の契約書はとても分厚くてお父さんとお母さんがサインしたんです。Something doesn't feel right about all of this. ああ、嫌な予感がする。こういうパターンは聞き覚えがあるぞ。まずはその商人を探さないとな。でも、直接問いただしたとして認めるはずがない。We can pretend to be potential customers. Good idea. Good idea. だ。商人は普段どこにいるか知っているか？前回はオルモス港の北岸で見かけました。まだそこにいるかどうかは。行ってみよう。建築は、いや芸術は詐欺の手段なんかになり下がってはいけないんだ。生徒たちの人生が深い沼に落ち込む前に僕たちで何とかしないと。全部な。今日はカモが来るかね。うん、見ない顔だな。俺に何か用か？あなたがファフルか？誰の紹介だ？アルカミだ。僕の友人が彼のとこで建築の授業を受けたいそうなんだが、ちょっと金が足りなくてな。それでここを紹介されたんだ。I'm really interested in architecture. ほう？やっこさん、どうやら商売はうまくいってるようだ。どれくらい足りないんだ？そうだな、だいたい300万もらくらいだ。へえ、それちょっとっていうのか。ま、アルカミに免じて貸してやらなくもないが。
ただ最近は金を貸せとせがむやつが多くてな、契約書にサインしてもらわんと。 What contract? ほらよ、安心しろ、これといったものはない。3年以内に返せよって決まりだけだ。返済できなかった場合は？返せないなんてことないだろ。アルカミんとこを卒業すりゃ毎年数百万もらが簡単に稼げるんだぞ。この程度わけないさ。万が一ってことがあって支払いが滞っても大丈夫だ。ゆっくり返せばいい。俺たちも道理はわきまえてるからな。ただ利子の方はちょっとばかり上げさせてもらうぞ。Okay, but that would mean you would have to pretty much be paying for the rest of your life. 俺たちも商売の運転資金を切り崩して金を貸してんだ。お前らにだって多少リスクを負ってもらわないとな。まあまあ、契約のことはもういいだろう。そんなに細かく読んで前に損したことでもあるのか？俺が騙してるとでも？もうたくさんの生徒が契約したんだ。そいつらに問題があったように見えたか？今軽く計算してみたんだが、あなたは利子をちょっとばかり上げると言ったな。それは 30% 以上も釣り上げるってことなのか？契約では曖昧に日割りでしか書いていないから、なんとなくいけるだろうと錯覚するが、実際計算してみれば利子だけで毎年数十万もらはある。それだけで多くの人が1年働いても稼げない額だ。いい商売をしているんだな。僕の債権者だってここまで法外な利子は要求しないぞ。こんな借金を背負わせたら最後その家はもう終わりだからな。何が言いてんだ？ The Matra will happily answer that question. 金を借りたがってる割には身なりのいいやつだと思ってたが、俺のことをバカにしてるのか。近頃は出しゃばりが多くなったな。幸いここは人が少ねえ。野郎ども集まれ。こいつらにルールってもう叩き込んでやるんだ。エルマイト旅団砂漠で工事を監督していた頃はよく世話になったな。この程度の人数大した脅威でもない。メラック出てこい。Let's go. 手をつなぎましょう。断罪の名において、はっ。 No, that was over quickly. お前ら一体誰だ？何がしてんだ？オタクの恨みを買った覚えはねえし、人の食いぶちをわざわざ立つ道理もないだろ。借金はな、人の生活をめちゃくちゃにするんだ。この点について僕は身に染みてよく分かっている。だけど僕の借金は様々な要因が絡み合った結果で、利子もまあまあ合理的だ。指折り数えていればいつか返済できる日が来る。でもあそこの生徒たちは違う。彼らには返済する能力はないし、その先にどんな結果が待ち受けているのかも知らないんだ。あなたたちは建築デザイナーになるという夢をまるで店に並べる商品のように売り出し、挙句彼らに借金まで負わせようとした。自分たちの貪欲を満たすためだけに。儲かるやつがいればその分不運になるやつもいる。連中が責めるべきはてめえ自身だ。それに貪欲と言ったな。じゃあ借金するやつはどうなんだ？目の前のリスクも顧みず多額の金を借りるようなやつは。 That's no excuse for your actions. 大した詭弁だな。生徒たちのこともそれで騙したんだろう。彼らは今でも甘い夢から目覚めるのを拒んでいるんだぞ。人間は教訓から学び成長する。今回のことで気づいてくれたらいいんだが、教令院に戻ろう。こいつをマハマトラに引き渡すんだ。彼らならアルカミが分け前をもらっているかも調べられる。
セノ、ここにいるとは思わなかった。Excuse me for a minute. 俺は休暇を終えて、セノ、ここ数日は教練院で事件の処理をしていた。彼は。なるほど。30% 以上の高金利か。立派な犯罪だ。そのアルカミというやつも分け前に預かっている可能性が高い。マハマトラはすぐに調査する。調査期間中は私塾も閉鎖されるだろう。不正な金は回収でき次第生徒たちに返す。だがアルカミたちが節操なく使い込んだ後だ。もうどれくらい残っているかは分からないが。それでいい。生徒たちも一度損をすれば今後こんな風に騙されることもないはずだ。ありがとう。迷惑じゃなかったか？別に迷惑ということはない。ただの仕事だ。お前たちはどうやってこの件に巻き込まれた？Alchemy tried to hire Kaveh as one of his instructors. 彼はお前に賃金を支払ったか？彼は一コマ30万モラを約束してくれたけど、僕は最初の授業に出てすぐに辞めた。だから報酬はもらっていない。そうか、ならよかった。それはどういう意味だ？もし彼が金を出してたら僕まで一緒に捕まっていたのか？No, I think Seno is just glad that you didn't get I can't talk. I think he's just glad that you didn't have anything bad happen to you, Kaveh. そういうわけじゃない。もしお前と金銭的なやり取りがあったと彼が主張したら、教令にのっとってお前のことも調べなければならない。だが、お前は潔白だと信じている。こうした稼ぎ方を受け入れる人間なら、今のように破綻した生活はしていないはずだからな。おい、はっきり言え。僕の生活のどこが破綻しているって言うんだ？別に悪くない暮らしだ。え？ごまかそうとしてるな。それよりアルカミの件が片付いたら、教練員はお前に賞金を出すだろう。その時は受け取るのを忘れるな。賞金なんてあるのか？そいつは予想外だったな。僕らも別に賞金目当てで通報したわけじゃないんだが。どんなつもりであれ教令は変わらない。これもマハマトラへの情報提供を広く奨励するための仕組みだ。そうか、分かったよ。他に何か要望はあるか？もう一度あの私塾に行って生徒たちに会いたいんだ。構わないが明日まで待て。今日いっぱいはあそこを封鎖して生徒たちを集めた取り調べを行う。騙し取られた金額についてな。なら明日行くとしよう。今日は邪魔しないでおくよ。俺はまだやることがあるから先に失礼する。今後の状況は他のマハマトラに聞くといい。もちろん直接俺に聞いても構わない。これでやっと解決だな。元はといえば新しい仕事でモラを稼ごうとしていたわけだが、結局鬱憤がたまっただけだった。まさかアルカミがあんなことをするなんて。まったく胸クソが悪いよ。でも今の気分は酒場にいた時よりは少しマシだ。How so? おかしな話だが、世の中には僕が経験したことよりもはるかに不幸なことが5万とある。それに比べれば僕の今の生活も悪くないと言えるだろう。なんて言ったらいいのか。僕は専門的な領域においてとても頑固で、いつも依頼人と論争になる。いざこざが終わるたびに思うんだ。自分は何か悪いことをして、そのせいで誤って建築デザイナーになったんじゃないかって。アルカミは僕に新たな道を示した。それまでの生活を離れて積み重ねた名声で金を騙し取ろうとね。
And that's, あれは体験する限り、最悪のものだった。And that's why he thinks you're too rigid when it comes to making Mora. 学者は皆、自分なりの誇りと越えてはならない一線がある。中にはそれらを捨てて、もっと現実的なものを追い求めようとする人もいる。それは分からなくもない。だけど僕にはできないんだ。そんなことをしてしまったら、僕のキャリアはそこで終わりだって気持ちが心の中に漠然とあった。創作に全力を注ぐことをやめれば、もちろん負担は減る。でも同時に芸術への嗅覚と触覚は徐々に失われていくだろう。やがて減ったはずの負担が逆に重荷となる時が来る。今の生活は辛いこともたくさんあるけど、そうなることと比べればずっと気は楽だ。 It's good to stay true to yourself. ありがとう。僕は普通の人よりうぬぼれ屋なんだ。誇りを捨てずにうまく生きていけると自分を信じている。簡単なことじゃないけど、引き続き頑張ろう。今回は本当にありがとう。明日あの生徒たちにまた会うつもりなんだけど、君も一緒にどうだ？ Sure, I'll come. じゃあまた明日。ゆっくり休んでくれ。川辺先生は約束してくれた。先生は約束を守ってくれるよね。ユウ。一体どうすればいいの？ No, what about the last kid? パリコリの。No, I messed up. It's okay. まさか、アルカミ先生が嘘つきだったなんて。私塾は閉鎖されちゃったな。マハマトラは授業料の一部が返ってくるって言ってたけど、もう長いことここで授業を受けてきたんだ。これからどうすれば。頑張って基礎を作っていけば教練員で勉強できるって川辺先生が言ってましたよ。簡単に言わないでよ。そんな簡単に教練員に入れるなら、私たちそもそもここに通う必要なかったでしょ。独学で教練員に受かる人って本当に少ないんだから。川辺先生なら教えてくれるかもしれません。なんでだ？あの人が教師を続ける理由なんてないだろ。今日は君たちだけかい？川辺さん？川辺さん？川辺先生だろ。自分の立場をちゃんとわきまえて慣れ慣れしくしないでくれるかな。しばらくはこのまま授業を続けるからな。君、他の生徒たちにも行ってきてくれないか？引き続き授業を受けたければ来てくれていいぞってな。おっと、普段は忙しいから休日しか来れないぞ。授業の内容は建築学の基礎知識だ。先に言っておくが、全員が理解できるとは限らないんだからな。建築デザイナーは決して楽な仕事じゃないんだ。芸術性を抜きにしても安全の問題だけで十分頭を悩ませる余地がある。そうした問題を解決するには構造学を完璧かつ体系的に勉強する必要があるんだ。これは君たちがこれまで学んでいた上辺だけの知識とは違う。才能と根気のないやつが続けられるものじゃないぞ。後で泣き言を言うなよ。僕たち頑張ります。本当に自分から苦境に飛び込もうとするとは。今日の授業はあまり準備は必要ない。少し荷物をまとめたらとある場所に案内してあげよう。 Where to? 着いたらわかる。さあ行こう。キャンバスと筆をちゃんと持てよ。もうすぐ出発するぞ。 Are we going to the palace? Oh no, it's south. Where are we going?We're going all the way down there. Okay. この灯台は昔からあるものだ。僕が教練員を卒業した後、
回収に携わった。でも今日君たちをここに連れてきたのは、これを紹介するためじゃない。ただ想像してみてほしい。もし君たちが建物を一つ設計するとして、それはどんな形にしたい？どう建てればいいとか、そんなことは考えなくていい。自分の中で一番美しいと思う建物を想像して、それを描いてみてくれ。どんな建物でもいいんですか？ああ、君たちが美しいと思うものなら何でも描いていいぞ。建物だけじゃない、木だろうが海だろうが庭園だろうが、君たちが好きなら何でもだ。 What's the point of this exercise? 僕の経験上、建築をちゃんと学ぶなら、まず興味を持つことだ。それを単なる仕事として考えるんじゃなくてね。建築を学ぶことは大変だ。卒業してデザインをするようになっても、それは変わらない。自分がデザインに参加したプロジェクトに共感できなければ最後、その生活は耐え難いものになる。だから少なくとも今日はみんなの好きなようにデザインしてみてほしいんだ。何も考えなくていい。彼らにはこれから今日のアイデアを修正する時間がたっぷりある。どうだ、君も一枚描いてみないか？今日はこの妙論派の星たる河部先生がただで教えてやるぞ。普段なら少なくとも一コマ30万モラなんだからな。 Oh, that's cute. Wait, we drew the teapot? Your ideal building is also your safe haven. That's cute. 何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。君はどうだ？何かいい考えはないか？ Can we try a slightly different style? 新しいデザインのスタイル。そうだな。普通この状況なら、多くの設計者はおそらくコストを優先するだろう。装飾を排して、建物を最も一般的な平屋に改めるんだ。だけど、それが最善策だと僕は思わない。芸術性の価値と優先順位はいつも下に見られがちだが、長期的にこれは決していいことじゃない。図書館の利用者は若者がメインだし、その審美眼もまだ成長段階なんだ。美的なデザインを放棄することは、そうした年頃の若者が建築における美を体験する機会を奪うことと同義だ。バダビー、僕らの考えは一致しているようだ。そんな風にはしちゃいけない。根底にあるデザインの美しさを損なうことなく、設計案をシンプルにする。つまりボールトや石柱といった装飾はそのまま。参考にできる例が少ないな。装飾を除けば芸術性を生み出せるのはレイアウト、シルエット、そして色だ。それで本当に大丈夫なのかね？何、どれも普通の意味での難しさに過ぎないさ。僕を選んで正解だったな。他の人なら諦めていたかもしれないぞ。インスピレーションはいくらかある。だが現場に足を運ぶ必要があるな。図書館を建てようとしている場所はどこだ？具体的な位置を教えてくれ。R村だ。わしの故郷ではないが、あそこに建てた方が何かといいと思ってな。わかった。それじゃあアール村に行こう。何か力になれることはないか？これまでもかなり迷惑をかけてしまったし、今もお前さんは苦労して設計案を変更しようとしている。これでも何回目になるか。何かできることをしたいんだ。そうだな。あなたはエルマイト旅団の出身だったな。アール村近くにいる魔物を僕たちと一緒に片付けてもらえないか？運送中の資材の損耗を減らすためにも、スムーズに通れる道をできるだけ確保しておきたい。これがうまくいけばさらなる節約になる。おお、任せてもらおう。
昔取った絹塚というやつだ。善は急げだ。早速片付けて出発しよう。キャラバン宿駅からアール村に資材を輸送するならここを通るはずだ。本当にすごい数の魔物が集まっているな。片付けよう。体が持たないと感じたらすぐ僕たちに教えてくれ。安心しとくれ。これしき何の問題にもならんよ。だがそうだな、お前さんの言う通り気をつけよう。お前さんたちも気をつけろよ。I got this, don't worry. ふふ。私のお家にいらっしゃい。Okay. Stone. あれ狂いなさい。はっ。Are you hurt? 平気だよ。わしは砂漠でこいつらと生涯をかけて戦ってきたんだぞ。わしに勝とうなんぞ100年早いわ。だが背中の古傷には勝てないな。へえ、若い頃にやらかしたことだ。いくつかの傭兵団が入り乱れる戦場で誰とも分からん奴に刺されたのだ。あの頃は何ともなかったが、年を取ってから具合が悪くなってきた。多くの傭兵たちのその老後はお世辞にも良いものとは言えん。富と名声を得られても健康とは引き換えられないからな。もっとも彼らの多くにはその富と名声すらないわけだが。普段あなたの面倒を見てくれる人はいるのか？いや、家内は早くに行ったし、子供もいない。たまに目を閉じると、一生とはこんなものかと思うことがあるんだ。過去を振り返れば遺憾は数えきれんが、当時は選ぶ余地がなかったようにも思う。10代の頃からエルマイト旅団に入って、数えきれないほど戦に参加した。今まで生き延びることができたのも、実力というよりは運のおかげだ。できればこれからの砂漠の子供たちには選べる選択肢を増やしてやりたい。わし見たくならないようにな。すまんな。人間というのは年を取るとこんな物言いが癖になってしまう。魔物はほぼ片付けたな。アール村へ向かおう。What's on your mind? ああ、思うところがあってな。自分とは関係のない人々のために貯金を全て使うというのは極めて尊敬に値することだ。彼の生来の優しさは人生の過程ですり減ることがなかったんだろう。 Doesn't that also sound like you, Kobe? 多分ね。だけどお互いの出発点は異なるはずだ。僕のことを理想主義者だという人がいた。確かに僕はそういう考え方をする。例えば全ての人々が幸福に生活できるようにとかね。でも僕の場合はそんなに単純なものじゃない。かつて僕にそうした考えを芽生えさせたのは理想なんかじゃなくてただの罪悪感だからだ。子供の頃僕は気まぐれで父に教令院が開催する最初の学院トーナメントに参加するよう促した。父は僕のために意気揚々と参加したけど優勝することはできなかった。彼は試合の後にひどく沈んでしまい、やがて砂漠を調査する研究課題を申請した。その後父とは二度と会えなかった。風の噂は彼が流砂の中に消えたのだと言った。このことの裏にどんな明るみに出ない因果があったとしても、その根源が僕なのは間違いないんだ。
それからはいろんなことに手をつけた。最初は償いのつもりだった。特定の誰かに対するものじゃなくても、僕はそれを続けた。おそらく、少しでも心の負い目を軽くしようとしたんだろう。And is that still how you feel? 今となっては、僕にもよくわからない。自分を徹底的に分析してみたが無駄だった。目や耳に入ってくる、あらゆることを放っておけないんだ。それが自分と対して関わりのないことでもね。それでも、僕にはこの感情の源がわからないんだ。もしかすると、陰論派の人たちがよく言うことは正しいのかもしれない。人にとって、自分をはっきりと認識することは、極めて難しいと。尽きることのない罪悪感、強烈な共感、あるいは、ただのうぬぼれ。理由はいくらでもあるかもしれないが、結果はただ一つだけだ。だけど、理想主義者と呼ばれたって別にいい。父だってそういう目で見られてきたんだ。もっとも父の時代には、この言葉に今ほどごちゃごちゃした意味はなかったけどね。アルハイゼンと知り合ってからは、何年も経った今でも、僕たちはずっとこの件について議論している。まあ、言い争いと言った方が近いかもしれないが、昔からあいつに言われるんだ。どれだけ泳ぎが得意な人でも、力尽きてしまえば、溺れる人に引っ張られて沈む。それが理想主義者の末路だと、あいつは思っているんだ。だけど、僕にも僕なりの意地があるからな。理由なら、多すぎるくらい述べた。僕の選んだやり方が完璧でなかったとして、この世に本当に完璧なものがどれだけあるっていうんだ。惜しいかな。あいつはそうは思わないらしい。あいつと僕はまさに正反対だからな。そんな状況に置かれたとして、きっと岸辺に突っ立ったまま、他人の運命を尊重するとか言うんだろう。でも、ほら、この世界で僕だけが理想主義者ってわけじゃないだろ。雨の日があれば晴れの日もある。人もそれと同じだ。自分と関係のない人間の運命を心配してくれる人だってたくさんいるはずだ。僕が力尽きてしまった時、手を差し伸べてくれる人もいるはずだよな。いや、いたんだ。Should I have a life preserver at the ready? おいおい、物の例えだ。本当に溺れた時の話をしているわけじゃないぞ。それに、僕は教練院で水泳の授業を受けていたこともあるんだ。あんまり甘く見るなよ。とにかく、今の気分は酒場にいた時よりずっと増した。創作意欲もどんどん湧いてきている。これを機に、全く新しいデザインが生まれそうな気がするぞ。行こう、アール村へ。That was a nice talk. 図面を引くとなれば、僕の相棒の出番だ。メラック。これは僕の工具箱だ。古代機械のコアから作られたものでね。知能はそれほど高くはないけど、役に立つんだ。僕のためにいろいろと手伝ってくれている。これからメラックを連れて適切な建設予定地を探す。設計はそれからだ。旅人さん、スターリア、知り合いか？こんにちは、ミオロン派のカーベさんね。君のことは聞いたことがあるわ。私はセタレ、今は砂漠地域の教育支援を担当しているの。教育支援？じゃああなたはこの辺りに詳しいんだな。すごく詳しいとは言えないけど、何か質問があればできる限り答えるわ。僕はこちらのバダウィーさんの依頼を受けて砂漠に図書館を建てようとしているんだ。プロジェクトの大まかな方向性はすでに定まっている。ただいくつかのディテールは具体的な状況に合わせて判断する必要があるんだ。図書館？
それは無料で利用できるものなの？ああ、子供たちに本を読んでほしいんだ。それは素晴らしいわね。子供たちもきっと喜ぶわ。今は紙の本が不足していて、静かに読める場所もないから。実を言うと、私も同じことで悩んでいたの。では単刀直入に聞かせてもらうよ。この辺りで読書に興味がありそうな子供がどのくらいいるか教えてくれないか。おおよそでいい。それに村では人の声以外に騒音になりそうなものはあるだろうか。そうそう、それと最近この辺りで崩落が起きたことは。風車の浸食が最も進んでいるところはどこだ？One question at a time, Kabe. よし、これでいいだろう。バダウィーさん、予算についてもう一度話し合おう。建物の構造はそのままに、規模を適度に拡大することにした。これでより多くの人を入れられるし、明かり取りも大きく設けられる。一番予算がかかるのは熱を遮断する板材と換気装置だ。暑くて息苦しいところで本を読みたい人なんていないからね。内部の机や椅子の配置は前の案からかなり変えた。これについては後でまた詳しく説明する。設計案は二通り考えたんだ。どちらもシンプルで、外の環境と大きく差別化を図るものだ。最終的な費用の総額は前のバージョンの7割ほど。工事全体にかかる期間はおよそ半年だ。メラックに見取り図を生成してもらったから目を通してくれ。問題がなければこの方向で進もう。 You've got a new design plan already? インスピレーションっていうのは自然に脳裏に浮かんでくるものなんだ。僕はそれを書き写しただけに過ぎない。そうだな、君の影響とアドバイスなしにこんなにすぐ新しい設計スタイルは決められなかった。業界の慣例にのっとって、ここは君の名前を冠するべきだな。旅人風なんていいんじゃないか。旅人風。この建物が完成して使ってもらえるその日を、みんなどうか一緒に見届けてくれ。You know what? That's a pretty good end. That's a good one to end on, even though there probably was a better one. Present suffering is nothing compared to granting hope for the future of others. Or to others. Finally done. Well, that's definitely one of my favorite hangouts.Ever since they started doing them. Like, most of them, if not all of them, were like pretty, how do I say this? Pretty insightful and emotional and deep. And I think that's really suitable to the kind of person that Kaveh is. So I'm happy. Well, until next time. Bye bye.